ブンデスリーガーマンスリーセレクションは今回は梶晃さんをゲストに迎えての収録でしたが、梶さんいかがでしたか？いや楽しかったですね。でも正直言ってブンデスってそんなに、ね、何試合も数多く見るっていう感じではなかったので、はい、でもこうやって見てみるとすごく迫力のあるいいリーグだなっていうのもね思いましたし、そこで日本人選手が活躍してるっていうのを見てるとなんかすごく、まあ、興味深くはなりましたね。よりブンデスに、はいはい、今回もねドイツ代表がたくさん在籍するバイエルンを中心に見ていきましたが、うんはい、いかがでしたか？ね、ダイアゴナルランがウィークポイントだっていうところと、あとまあサイドのプレイヤーがボールウォッチャーになりやすいっていうのはちょっとドイツ好きあんまねえなっていう視点で見てたんで、あ意外とそう掘り下げていくとまあ何個かはあるなっていうのは勉強になりましたね。好きだらけですね。好きだらけ好きだらけ好きだらけ好き好きです。好きです、はい、楽勝ですか？楽勝です。見てる人気になるワードですね、これは。カジさんがこんだけ止めるとは思わなくて、はい、僕もちょっともう大変でしたよ、はい、止めろ止めろ言われて、いやこの収録時間が今度伸びていいんかなみたいな。いやいや全然大丈夫ですよ。あと新機能も今回ね、はい、かなりこれね、見てくれてる人はあ、ハンドバターレベルアップしたなとこれはもう思ってくれるんじゃないですかね、はい、そうですね、真野さんそちらにも今回夢中でしたよ。いやそうです、はい、もう夢中にやって、いやもうこれの機能、こんな機能があったんやと思って新発見でした。新発見、はい、いやでも梶さんならではのこう、うん、日本代表へのこうメッセージなどもねすごく参考になるな。なりました、はいはい、これはこれで日本代表勝ちますね。勝ちますよ、はいはい、ワールドカップまで残り1ヶ月ですので、はい、ブンデスリーガーマンスリーセレクションは10月15日土曜夜10時からの放送です。ぜひお楽しみに。